ちゃっ、こんにちは。さあ、お待たせいたしました、ゆだかさんの中間順位予想。なんと今年もう2回目、まだシーズンも始まってない。これ辛いぞお前。本当に辛いから。辛い、そうですよね。辛いのは勝ってます。でもキャンプもいろいろ見て、はい、まあ、オープン戦もある程度見ながら、そうですね、やっぱちょっと変わってきたところがあるね、順位予想がね。そうですね、まだシーズン始まってない。お前なんか小悪魔的な笑顔を見せてるね。これ楽しいんですよ私。ド S か。ド S になります。で、今年の第1回の予想は1月の6日、はい、動画見ていただければ年始の特番ということで出しましたけれども、はい、その時の順位表と、はい、今現段階の順位どう変わったのか、まあ、これは答え合わせではないですから。いや、まだね、そう、まあ、正式なもう今年はこれでいくっていうことではないから。そうです、あの時だってまだ年始ですもん。そりゃ分からんよ、分かんないよお前。無理やりさしてさ。あれから3ヶ月2ヶ月経てばいろんなことが起こりましたからね。で、オープン戦もまだね、佳境に入ってるわけじゃないから。そうなんですよ、なかなか分からない、つかみどころがないところもあるね。ありますね、はい、じゃあまずセ・リーグからいきましょう。セ・リーグ順位予想、はい、1位は、まあ、前回も阪神だったな。そうです、まあ、今回も阪神という、ね、はい、前回のコメント、はい、安定だと、もう鉄板だと、うん、以上です。まあそれでいいんじゃない。やっぱね、ちょっとね、抜けてる感じはする。ああ、そうなんだ、今年も、5球団の監督が悪いっていうんじゃなくて、その上に岡田監督がいるかなっていうような感じがするんだよね、うん、うん、で、やっぱそれを動かせるだけの駒もいるし、はい、あとやっぱこう、ゲラを初めて東京内は見たけど、はい、やっぱかなりいいよな、うんうん、だから、まあ安定感はあるだろうなと思うよね。そうですよね、ただあの1月の6日時点で例えば外野手争いがこうなるとかっていうのは考えてました、はい、いや考えてたけども、うん、ある程度収まりつつあるかなっていうような感じがするよね。うん、だからポジションが空いてるのはレフトだけという、はい、まあ、ノイジーがどうなのか、うん、前側を使うのかとか、うん、まあ、いろいろあるけども、はい、まあ、そこら辺は競争でいいのかなっていうような、うん、まあ、そのぐらいで、あとはやっぱりレギュラー陣がしっかりしてるということと、そうですね、やっぱ投げてもしっかりしてるということ、うん、だよね、ここまではね、はいはい、じゃあ2位いきましょう。ゆたかさんの2位予想は、前回は、うん、前回はヤクルトだったんです。あ、今回は巨人。おっと、やっぱね、テーマがあって、はいはい、で、その昨年の反省点があって、はい、それをやっぱキャンプの時にみんなで克服してるというか、はい、意識づけがすごく良くなってるという、はい、だから、まあ、昨年は、まあ、打率とかホームランとかは素晴らしく良かったんだけども、はい、得点圏の打率が低かったという、うん、それとランナー出ても渋滞を起こしてた、それを渋滞を起こさせないような道路工事を行ったという、はい、これは道路工事というのは打順のこう組み替え、うん、これを行って得点力が今年は上がるという、はい、まあ、それといろいろな選手を補強した、うん、まあ、中継ぎの投手を特にね、はい、まあ、この人たちがある程度活躍できるかなっていう、うん、で大勢も投げ始めたという、はい、だから戸郷菅野とかね、うん、先発ピッチャーもしっかりしてきてるし、はい、だからここら辺は2位かなという、うん、であとは打線の中で小童は、はい、この人がやっぱ本格参戦してくると、うん、あの小柄な感じで多分打ってくると思うんだよね。これあ、使えそうですか、うんうん、でこれは低めのボールを拾うのがうまいんだよ、はい、アメリカでの友達がダルビッシュ有だったそこ前回りに見られてます。いやだけどやっぱ彼は的確なアドバイスをしてきてると思うよ、うん、で日本に来てるから日本食も大丈夫だと、箸の使い方もうまいと、はい、一緒に食事をしながら教えてもらったと。なるほどね、もう日本文化もバッチリだと。そうそうそう、あ、まあ、そういうことでそうだな、いい感じできてると。だあの1月6日時点ではやっぱそのルーキーの佐々木選手であったりとか伊豆口選手とかそういった選手たちここまで活躍っていうことはあんまり、まあ、あんまり想像はできなかったけどね。まあ、だけど誰かはつかなきゃいけないんだよ。でもお声が良くなってきてるし。そうですね、だから非常に戦力的には整ってきたなっていうね、うん、まあ、そんな感じがするよ。そうね、うん、1月6日では5位にしていた巨人、はい、その理由ピッチャーが不安定だね、不安定なピッチャーばっかりだよ、先発、うん、枚数足りてない、ね、そんな言い方お前悪意があるよ。そんな言い方してないから。
かなってぐらいだろ、お前なんかこう脅しかけてるじゃん。いやいや見ていただければね、わかります。中継ぎ、使ってみないとわからないよね。そう、うん、体制したいなところもあるね。キャンプ見ないとわからないよ。そう、わからないよ。だからキャンプ見てガーッと変わったじゃん。5位から何ランクアップもしましたね。そうそう、だからそのぐらい力は拮抗してるということだ。そういうことなんですね。そうそうそう、なるほど。さあ続いて3位です。3位広島。これなんか広島ファンになんかすごく迎合してませんか、大丈夫ですか。いや、そんなことない。まあキャンプ行った時アウェー感感じたけどね。アウェー感感じたけども、はい、ただね、あそこはねやっぱ小園がやっぱこう覚醒しそうだし、まあもともといいんだけどもさ、やっぱこう打線を引っ張る軸になってくれると思うし、で坂倉が昨年キャッチャーで、はい、坂倉に言ってきた。なんとお前あのキャッチャーをやっててバッティングに影響したってお前言い訳してないかって、うん、そんな選手じゃないだろって、うん、だから今年は言い訳なしだろって言ったら、うん、いや言い訳は今年はしませんと、あ、まあ、言ってたし、やっぱ坂倉のバッティング、小園のバッティング、これは素晴らしいしさ、うん、はい、仮に4番がダメでもね、4番に入れるぐらいのポテンシャル持ってるしさ、はい、だから、まあ、そこら辺でいいかなと。ただ広島にちょっと不安点はやっぱり4番のシャイナー、はい、これを使ってるんだけどなかなか結果が出ない。オープン戦の後半になってきて結果が出始めるとやっぱ3位っていうのは死守してくるかなという、新井監督のああいう雰囲気を持ってるとね、うん、でハッチ、はい、この先発ピッチャーで栗もね、話聞いたらね、まだ球速を上げようとしてると。そうなんですか。もう少しスピードが欲しいっつってそれに取り組んで、それがうまくいってるらしいよ、はい、で栗を軸に回す今年は、うんうん、あのタフなピッチャーがね投げてくれると、いや相当楽だろうし、このハッチっていうのが本当にローテーションで回れるようだとやっぱ3位 A クラスっていうのは入ってくるよ。あ、そうなんだ。でもそのぐらいの実力があるし、うん、で田村っていうのもね、はい、もう楽しみだしな、うん、はい、豊さん、1月6日時点では何位に予想してたかはご存知ですよね。それは知ってる、すいません。6位すいませんって俺はいつも謝ってるけどさ。そうですね、最下位です、はい、その理由、うん、変わり映えしない。あとねお前悪意があるって変わり映えしないとは言ってなかったですね。そうだね、変わり映えしない。あと西川抜けたら痛いよね。あと昨年投げすぎた、働きすぎたということでね。大丈夫大丈夫しっかりしてるから、しっかりしてるから、はい、あ、じゃあ豊さんは現時点では3位が広島、はい、さあここから B クラスになっていきます、はい、4位です。4位はヤクルトかな、まあ、2位に予想してたんですけどね。これはどうして4位になってしまいましたか。俺が期待してるロドリゲスっていうピッチャーがいるんだけど、はい、あまり変わりはしてないな。あ、ピッチャーそうですか。うん、去年1勝5敗なんだよ、7試合かなんかね投げて、だからこれが逆になるかなと思ってたんだけど、なんかちょっと不安定さがまだ見えるというか、はい、でキャンプで非常にこう期待したのが奥が、うんうん、まあ、離脱したというしましたね、うん、だからまあこういうのでちょっとモチベーションがこう下がってくるんだよね、うん、ただやっぱり今年の村上、山田っていうのはやりそうだし、うん、ただやっぱりこうザルのような感じがするんだよ。ザルっていうのはポコポコ抜けちゃって、いやだからその点を取っても水丸を起こすというか、そのピッチャーがまたピン取られて、そうだ、ね、で田口がやっぱり離脱したっていうね、で開幕には間に合うとは言うけども、やっぱここら辺でまた調整をし直さなきゃいけないっていうのはちょっと苦しいかなとは思うな。やっぱピッチャー陣に不安がより出てきてしまった、より出るな。ただ1、2番がね、なんかいやだから打線はいいんだよ、打線は本当に優勝する打線を組めるんだよ、うん、もう完全に西川春樹選手もね、お前塩見西川、これが2人とも元気で嫌だぞ、いや相手は嫌ですね、絶対嫌だから。で山田村上って続くんだよ、はい、息抜けないですよね、サンタナイル、はい、中村が入ってオスナがいる、うん、長岡、うん、まあ、竹岡君、うん、これはすごいぞお前。そう、打線で言ったら本当に A クラスなんですね。いやもう完全にそうだ。ただやっぱピッチャーが、ピッチャーだな、ね、やっぱ野球はピッチャーのスポーツだからな、うん、そうですね、はい、そんなヤクルト豊さん1月6日時点で2位につけていました。だからピッチャーの離脱者が出たということ、うん、で私6位にしてたんですけど、うん、ああ素人はそうだよねとまず言われ、2021、2022 素人じゃないだろ素人
を言い訳もするんで、素人はそうだよね、そう6に従うんだよ、2021-22の優勝チームだぞと、うん、だって打つチームだもんと言ってました。まあそうだ、うん、打ってもちょっと残念いや全然大丈夫かなってピッチャー陣が大丈夫かなっていうのは気はするよ素人はそうだよね。もう一回あの場面をね、ぜひ YouTube で皆さん見ていただきたい。何度もリピしてお前なんか根に持ってる素人はそうなんだよねって言って全国根に持つないや面白かったよね、はい、さあ、はい、5位です。 DeNA、 DeNA5 位か。やっぱね、バウアー次第っていうところがあるけども、うん、バウアーがまあ決まらないと、ここの時点で。そうなんです、まあ、もう計算には入れてないと思うけども、はい、ウィックっていうのピッチャーが非常に安定感があっていいらしいんだよね、はい、だからまあここら辺がバウアーの代わりをするといいかもわからないけども、うん、今永の代わりが誰がいるのか。そうですね、で若手って言ってもな、小園見てもピンとこないし、だからここら辺がどうなのかなっていうような感じがするよね。ちょっとピッチャー陣に不安、うん、でまあ、内野手はサード宮崎、うん、まあ、セカンド牧選手、はい、ただまあショート林を用意してたんだけども、うん、なんかうまくいってない。そのうまくいってなさがやっぱ順位に反映されてくるかなっていうね。あ、そこなんだ。巨人なんかはもう内野手って言ったらバーンと誰でも言えるぐらいの内野手がガンと固まってるでしょ、はい、阪神でもそうでしょ、はい、だからここら辺がちょっと弱いかなっていうような感じがするんだよね。うん、でもまね、外野は、まあ、外野手争いがちょっと今できている状態ではあるんですけれども、まあそうだな、だから争いをしてるのか、もう渡来にポジションを与えるのか、うん、まあもう与えるだろうね、あれだけの結果を残してくると、うん、まあ一つの売りでもあるしね、うん、だからちょっとどうなのかなっていう感じはするよな、ね、まあ豊さんは DeNA を1月6日時点で4位には上げてたので、うん、ワンランクダウンにはなるんですが、やっぱりその中継ぎが不安と、はい、あとバウアー次第なところも本当あると、うん、あと、まあね、やっぱり守りと走塁に不安があると。まあそうだな、うん、だからまあセンターラインがね本当に固まらないということを考えると、うん、やっぱ不安ではあるよね。そうなってきますね、うん、あとはね、三浦監督は迷わなければいいなと思ってさ、迷わなければ、やっぱこう争いをしてるところですごく迷いがあったり、キャッチャーだって松尾っていうのがものすごくバッティングいいんだよ、はい、まあ、山本ももちろんいいよ、うん、いいけど、まあ、そこら辺で迷わないようにしないと、これ迷い出すと勝敗に影響してくるなっていうような感じがするんだよね。そうです、ね、やっぱ勝負で迷いっていうのが一番マイナス要素だから、うんうん、だから迷わないでほしいなっていう願いは、でも迷っちゃうだろうなっていう、ま、迷っちゃう、どんぐりへの背比べなんだよ。だから迷ってしまうというね、何を基準に、ね、うん、選んでいくのか、うん、まあ、それをしっかり信念として持っててほしいなと思うけど、ね、そうですね、なんか投打ともにちょっと不安としているというか、ちょっと中途半端な状態になっちゃってるな、まあそうだな、さあ最下位です、中日。中日、あ、3位になってたんですけどね、1月6日は、うん、どうしました。これね、蓋開けたらね点取れないんだよ。いや、そうなんですよ、まだね、うん、まだ分からないよ、これエンジンかかってくるかも分からないし、ただやっぱ外国人リカーソン、はい、ちょっとキレがないちょっとキレがない、今のところはね、はい、だただ外国人っていうのはやりながらキレを出してくるから、はい、これから変わり身はあると思うんだよ、うん、でね、全然打てないバッターではないけど、うん、現時点で見るとちょっと頼りない、うん、あ、去年と同様な外国人、いやいや、去年ほどはひどくない、あ、それほどは、うんうん、だからリカーソンは使い続けられるかどうか、あ、立浪監督が我慢して、うん、ただやっぱこう、もう勝負の年だしさ、はい、我慢できないと思うんだよね。そうでしょうね。で、三好っていうのがいいから、うん、三好を代わりに入れてったり、うん、大島を定期的に入れてったりするかもわからないけども、うん、リカーソンがどしっと構えるのとやっぱ怖さが違ってくるんだよね、はい、で、中田翔もちょっと状態的にはあんまり良くはないよね、うんうん、だからここら辺がどう上がってくるのか、まあそうだな、オープン戦でも勝負どころで中島が打って同点にしたとかおい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 ってまだそこは若手がやれよみたいな、うん、そうなんですよ、うん、だからちょっと今の現時点では俺は中日は今年強いっていうふうに思ってるんだけども、うん、現時点で予想すると中日はもう最下位になってしまう、うん、そうか、あの時は3位だった、3位だった時の豊さんはですね、投手力、ピッチャー力、うん、だってここ本気だもんと
いや本気だよ。いやどこも本気なんだよ。どこも本気。いやだからやっぱり投手力ですかね、中日って。そうピッチャーに関しては、大野雄大投手もね。あピッチャーに関しては、俺は何らしだから一言も言わないでしょ。言うだから小笠原が、ちょっとあれかなっていう、遅れてるかなっていうの感じはするんだけどね。そうですよね。ただやっぱり3位にしたのは中田翔選手が入ったっていうので厚みが出るよねっていうのはおっしゃってる。そう厚みが出るけども、うん、中田翔がちょっとエンジンがかからってないよねまだね。そうですよ、ね、それに伴ってディカーソンがちょっと鈍い。ユタカさんにディカーソン当ててました。当てにならないって言ってました。そうだろいやだからこれはやっぱりねもっと打ち込みをした方がいいのか、うん、それとも試合でキレが出てくるのか、うん、これは待つしかないな。ちょっと時間が必要なんですかね、うん、ただカリステとかいいよ今年は使えるよ、うん、やっぱり最初からカリステ頑張れカリステ頑張れ、うん、なんかそうカリステ安いから頑張ってくれるとお得感満載だからでねこれで年俸上がればカリステもっと頑張るでしょうし、そうだどっか行っちゃうかもな。あ確かにね、うん、それがあるからな、うん、さあ続いてパリーグ行きましょう、はい、パリーグさあ現時点での予想1位は西武。お、うん、西武これ前回見たんですか、ね、やっぱり12球団ナンバーワンの投手力かなって先発陣はね、はい、これは誇るし、あとねアギラ、はい、コルデロ、はい、この両外国人が今年はやるかなっていうの感じがするんだよね。おで打線に加わって、はい、非常にいい流れと、うん、まあ、若手では西川、うんうん、左バッターの成長を見せてるし、はい、だから非常に得点力としたら上がってるかなっていう、うん、ここが上がれば、はい、多分優勝するよ。おー西武が、うん、おただ、まあ、高橋光成投手がキャンプの途中でちょっと右肩の張りでちょっと出遅れましたけど、そこはもう心配なく軽病あんだけ肉体にすごいまたパンプアップしてきましたね。いやもうね、うん、メジャー級だよ。もうメジャー級じゃん。あのねメジャー級のピッチャーがこうゴロゴロしてるから、まあ、高橋光成、今井、平、うん、もうこんなメジャー級だから、ね、それとやっぱこう左で竹内、はい、入りましたね、隅田が、ね、苦しいんだけども、はい、やっとこう覚醒してきたという、はい、それにつれて左ピッチャーの竹内が続くという、今年ドラフト1位で、うん、とか、はい、まあ本当にね、投手陣はもうほっといてもいい、うん、あとはどうやって打つか、その両外国人が、はい、俺はやっぱある程度の破壊力を持ってると思うんだよ。そこは期待、はい、だから本当に期待したい、うん、だから西武は点を取れれば優勝する。そこですよね、うん、で豊さんおっしゃってたのはやっぱ1月6日2位にしてたのはやっぱ投手王国だよねと、うん、昨年はまだその投手王国の7割程度の力だったと。そうだよ、それがやっぱ10割になればいけると、うん、ただやっぱ足というのがちょっと鍵になってくるかなっていうのはおっしゃってましたね、うん、そうだな、うん、だからまあ足も使わなくていいぐらい両外国人が打ってくれると、はい、これは助かると思うし、はい、あとやっぱ古賀の成長っていうのがあるよね、うん、受け手の古賀、うん、だからまあ昨年1年間経験してね、うん、まあ、今年はまあ多くマスクをかぶっていくと思うんだけども、はい、まあ、その古賀に任せておけばいいかなっていうような、まあ、いいキャッチャーに育ってきたよね。そうですね、はい、さあ2位です。2位日本ハム。お、日本ハム前回4位だったんですけど予想、うん、ツーランクアップ上げた2位すごい。なんでなんか文句ありそうだなすごいすごい。いやこれはね一番に入るであろうスティーブンソン、はい、これはね俺も打つと思う、うん、あ、まあ実際見たし、うん、真面目さがいいね。なんかいいですよね。もう本当にねスタッフが言ってたよ、大学の教授かいって。いや、ま、バカにしてたけど。いやでも確かに本当インテリな感じですよね。インテリインテリ一瞬見たらスポーツ選手ではないのかなって、うん、まあ人がいいわ。ああ人がいいから野球がうまいっていうわけじゃないけどもさ、はい、まあ、非常に真面目に取り組むしね、うん、非常にいいというのと、はい、レイエス、レイエス、はい、あこれは破壊力あるよ、うん、それと日本の野球を本当にね今からキャンプの時から勉強してたし、はい、で話をしてても日本の野球ってこうだよねみたいな情報も得てるし、はい、非常にいいのと、うん、やっぱりピッチャーもいいんだよ。そうです、ね、取ったピッチャー、うん、外国人のね、あれ名前なんつったっけな、マーフィーとサバラ、あマーフィー、はい、これもいいんだよ、うん、だから、まあ、左王国でしょあそこは、はい、加藤がいて山崎幸也がいてみたいな、だから噂は抜けたけども、うん、その穴は完全に外国人で埋まるかなっていうような、お、まあ、そんな感じがするんだよね、うん、だから日本ハムは本当にこ来ると思うよ。
野手陣どうですか、バッター陣見たとき。いや、野手陣はもう軸がしっかりしてるの、万波がいたりだとか、はい、マルティネスがいたりだとか、はい、松郷がいる、松郷、はい、ね、で上げていったら結構いるんだよ。そうですね、ね、うん、あとは二遊間上川端、はい、セカンドに石井が入るかもわからないけども、うん、まあそこら辺も競争があるしね、うん、上川畑選手の怪我は間に合う、どうなんですか、ね、そんなに間に合うとは言ってたけども、うん、まあ、そこら辺は絶好調では入れないぐらいの感じかなっていうような感じはするけどね、うん、でキャッチャーだって、まあ、伏見がいて清水がいて、うん、タミヤがいてみたいな、うん、もう結構ダブついてんだよ。そうですよね、うん、いる選手が、いや、いるんだよ、うん、だからダイソーとか、はい、ね、スティーブンソンを休ます時には磯畑がいたりだとか、はい、だから結構ね、豊富にいるよ、まあ、本当に揃ってきてますよね、うん、だから点が取れてくるし、うん、だから俺は日本ハムは来そうな感じがするな。その日本ハムを4位にしていた豊さん、はい、あの時のコメント、A クラスにしてもいいくらいだよね。そうだよ、そうです、言ってました。だから外国人見たから、あ、見たから A クラスに行ったってことですね。あ、そうよ、そうか。で、今年はね、やっぱ万波、松郷、清宮がいいよ。清宮怪我しちゃったんだ。そうなんです、清宮いらないから。早々にもう場所がなくなっちゃってるっていう。そうそう、場所がなくなっちゃってるんだよ。そうです。で、新庄監督も打たない、結果が出せない人は上げないよっていう、うん、もう本当に厳しいコメント出してるし、はい、それは当然だろうなと思いながらね。そうですね。あとちょっと守備力がどうなんだろうっていうことで4位っていうふうにしてたんですけど、まあまあそうだね、はい、まあ、ただその昨年からね、エスコンで守備の練習を本当にキャンプでみっちりやって、うん、まあ、エスコンというホーム球場に慣れたということね、はい、だからサードが清宮が怪我した、うん、じゃあサードに誰を置くのか、うん、やっぱ守備の上手い人を置いた方がいいよ。うん、うん、守備の破綻がないような人。そうですね、うん、だから多分点も取ってくるだろうし、うん、抑えてくるだろうなっていうような感じがする。あの阪神とのオープン戦、あの日曜日って、あの逆転勝ちした、ね、うん、試合なんかも、例えば水野選手とか今川選手とか今川打ってきてるんだそうなんです、あのアピールここに来てしてきてるので。今川頑張れお前ね、本当にだから最低1軍には残らないといけない、ね、そうですよね。で、浅間選手も出ましたし、そうそう、やっぱりそのね、なんとかレギュラーにっていう、1軍にっていう選手たちが今頑張ってきてるので。そうだよ、うん、いい、なんかこう相乗効果というか、だからキャッチャーのさっき言ったけども、うん、新藤、はい、まあ、このキャッチャーもね、うん、面白いしな、はい、で外野で言えば宮崎っていうのも面白いし、うん、だから非常に選手は揃ってきてる。そうですね、うん、だから本当に楽しみだわ。そういった意味でも、まあ、2位に。だからね、前年度の印象でみんなこう語るけど、うん、はい、まあ、俺もその一人なんだけどもね、はい、まあ、だけど日本ハムの見方は俺は変わった。なのでオープン戦途中ですけれども、うん、いいキャンプをオープン戦を過ごせてるってことは同じですね。まあ、そうだね、はいはい、3位です。3位オリックス。これオリックスがここにやっと出てきたっていうのが、豊さんは1位にしたんですよ、はい、前回。そうだね、うん、山本が抜けても、うん、それはでかい穴だよ、うん、穴だけど、まあ、山下俊平だとかいろんな選手で埋めていくかなと思ったけども、うん、中継ぎがどうなんだろうって思い出した。あの、まあね、鉄壁の中継ぎと言われてたオリックスですが、うん、山崎聡太、宇田川、山崎聡一郎、あ、聡一郎ね、はい、なんつった、聡太どっから出たの、どっからだったのまあそれと宇田川、はい、とかどうなんだろうなって。それここ近年の金属的なものが、いや、そうなんだよ、うん、だから本当に盤石なのかっていうと、うん、これはシーズンに入ったら慌てそうな気がしてきたんだよ。あと例えば平野投手の年齢だったりとか、もちろんもちろん、うん、だからそういった意味では、うん、まあ、3年連続でね優勝してるけども、うん、まあ、そろそろちょっとテコ入れが必要かなっていうような感じがするんだよね、うん、あ、そこが不安、ちょっと不安、ちょっと不安だな、はい、うん、あとはやっぱこう破壊力という意味ではさ、なんとなく勝ってるという、まあ、それが一番強いんだけどもさ、うん、まあ、試合巧者だしね、うん、だけどやっぱピッチャーを抑えるけど点が取れないってなるとさ、山本みたいに頑張れるっていうかさ、踏ん張れるというかさ、そういうピッチャーがいるかなと思うと、やっぱある程度点はいるよね。そうですよね、うん、で山本投手の時なんか本当にこの投手だから、例えばもう何としてでも1点2点でも入れてやろうとか、2点で勝てるピッチャーだったよね。そうなんですよね。でもだからそうなんですよね。そうそうそう、だからちょっと苦しいかなっていうような感じはしてきた、うんうん、まあ、豊さんが1月6日にオリックス1位にしてたんですけど、その時の理由はやっぱ山本投手抜けてもいると、うん、
まあ、先発の話だったんですけどね、うん、まあ、山下俊平だとしたって向けの木投手などいると、まあ、宮城もいるしな。そうですね、宮城投手ももちろんいますし、うん、ただやっぱりそのなんでか勝ってたみたいな、そういうチームだからっていう、まあやっぱこうこれがあるから強いんじゃなくて、うん、選手たちも言うんだよ、強いっていうイメージはないと、うんうん、なんとなく勝ってるというような感じで野球が進むチームなんだよね、うん、だけどそれはやっぱ圧倒的な投手力、うん、それを誇ってたから、はい、で圧倒さがなくなってるという山本がいなくなって、うん、だこの穴はやっぱこう改めて考えるとでかいのと、うん、やっぱ中継ぎ投手陣が、まあ、ある監督に聞いたら少し落ちてきてんじゃないかっていう話は聞いたんだよね、はい、だからまあそれは金属的なものなのか疲労が溜まってんじゃないかなっていうようなことはちょっと聞いたから、うん、はい、まあ、そこら辺は俺もこう見てて不安になってきてる部分があるよね。なるほど、はい、さあここから B クラス4位です、はい、ソフトバンク、そうそうか、前回3位だったんですか、ここワンランクダウン、うん、やっぱピッチャーだよな、先発ピッチャー、うん、で野手は山川が入ったりウォークが入ったりだとか、うん、まあ、長打を打てるバッターは入ったんだけど、それに伴って中村をどうするかとかさ、そうですね、うん、だからまあいろんな問題も抱え出してきてるし、うん、じゃあ西武とソフトバンクのピッチャーってどう思うって言ったら西武が圧倒してるよねっていうような感じになるじゃない、はい、だからそれを考えるとやっぱこうなかなかやっぱ打てないよね。そうですね、なかなかホームランも出ないよ、うん、この時代ね、はい、まあ、そうなってくるとやっぱこう苦しいかなっていうような感じがするけどな、ね、まあ、日本ハムがね、あの2位になったので、まあ、押し出されるような形でソフトバンクが3位から4位にはなってますけど、うん、まあ、同じことを豊さん1月6日やっぱ言ってました、西武ほどのピッチャーはいないかなと、うん、まあ、ただいい打線ではあるんだけどね、まあ、打線を組めばね、うん、本当にそれなりの打線っていうのは組めるけども、うん、やっぱピッチャーだよな。そうですね、モイネロが先発する、甲斐野が他行った、はい、あのそうなってくるとやっぱ後ろっていうのはオスナがおるけども、うん、そこまでどうやってつなぐみたいな、確かに、まあ、そういうところもね考えなきゃいけないし、はい、だから、まあ、ちょっと他から比べると投手陣という意味では少し弱いような気はする、うん、なるほど、うん、さあ5位です。5位はロッテ。ここはね同じなんですよ、順位が、うん、ロッテは外が入ったりとかして、うん、厚みが増したとは思うけども、うん、例えば中村翔吾をサードにコンバートし、はい、まあ、セカンドに藤岡を持ってきてみたいなことがしたものの、じゃあ安田をどうするのか、うん、じゃあドラフト1位の上田をどうするのか、うん、これが非常に苦しい悩みになってきてるよね、はい、で悪ければ上田を使うよ、中村外すよ、うん、まあ、そうなってくるとやっぱチームが落ち着かないような気がするんだよね、うん、あとはやっぱキャッチャー、はい、誰を使っていくのかっていう、誰が主戦のキャッチャーになってくるんですか。どうなんだろうね、バッティングを考えると、うん、まあ、佐藤かなという、うんうん、で佐々木の時だけ松川かなという、うん、とか、はい、まあ、田村もいたりとかもするけども、ね、安定的に100試合ぐらいかぶれるような、うん、まあ、キャッチャー、はい、まあ、西武にしたら古賀がいるし、はい、まあ、日本ハムはねまだ決めかねてるところはあっても、うん、まあ、オリックスなんか森と、はい、若月で回すじゃない、はい、でソフトバンクは海外で、はい、でロッテがちょっとキャッチャーが少し弱く感じちゃうんで、はい、守りという意味ではね、うん、だからまあここら辺でちょっと苦労するかなっていうような感じがする。もともと破壊力がある打線ではない、やっぱつなぎの打線だけに、うん、まあ、これだけピッチャーが良くなってくるとつなげないんだよね、なかなか。そうですね、ヒットが3本続くとか4本続くなんかあんまり想像つかないんだよ、はい、いやそうなってくるとやっぱ多少の破壊力、まあ、ポランコがいても26本、うん、ね、外が何本打てるかっていうのがあるけども、つなぐにしてもちょっと破壊力がちょっと少ないなっていうような感じがするね、うん、なんか圧倒的にこの人は絶対このポジションっていう選手がまだ定まってないですよね、それは外野内野ともに、そうそうそう、だからまあそこら辺でちょっと苦しむかなって今年はね。そうですね、はい、まあ、豊さんが1月6日に話してたのはやっぱりそのピッチャー去年目いっぱいだったからちょっと今年もまだ見えてないよねと、あとやっぱり外とポランコが未知数だっていうところと、あとまとまりはあるんだけどやっぱ一人一人の思考も変えていかないと野球に対する、うん、なかなか上位に行くのは難しいんじゃないかと、うん、そうだね、あとは佐々木朗希投手が本当にローテをこの、ね、今シーズンきちっと最後まで守り通せるのか、まあ、それもでかいけどね、うん、佐々木一人じゃ勝てないからな。そうですね、
さあここも順位一緒になってしまいました。6位今江、え今江、あそうなんですよ今江、名前で出てきちゃった新監督ね。そうなんです、楽天です。やっぱ苦しいと思うよ。ピッチャーも野手も新旧交代の時期にねちょうど差し掛かってるかなっていうの感じがするんだよ、はい、だから庄司っていうのは非常に伸びたし、今年は相当期待してもいいのかなっていうふうに思うけども、やっぱこう年齢が高いとか、はい、松井が抜けた分だけ則本を後ろに持っていったとか、そしたら先発が足りなくなるとか、だから一長一短あるにしてもちょっと足りないような気がするんだよね、だからまあ苦しいかな。でも野手もまあ浅村をサードにコンバートしたりとかさ、二遊間をもっと動けるような人にはしたいんだろうけども、まだ育つのにちょっと時間がかかるのかなっていうようなまあ気もするし、ね、質量ともちょっと足りない感じがするよ。確かに、同じこと言ってました。やっぱ先発ピッチャー力が落ちてきてて、やっぱりそのベテランに頼らざるを得なくなってきて、やっぱ岸投手とかそこに頼ってるようじゃっていうのもやっぱり言ってましたね。マー君とかね。そうです、田中投手もそうですし、あとは野手そこそこなんだけど、やっぱ島内選手なども状態をいい時のように上げていかないと、まあ、今年はね、あの島内はやると思うんだけども、はい、投手陣がね、松井が抜けた分だけ則本が後ろに行く、後ろに行った分だけ先発が足りないとか、まあいろんなねマイナス要素っていうのは大きいかなっていうような感じがするよね。そうですね、だからまあそこら辺をどう変えていくのかね、まあ新監督の手腕だけども、はい、苦しいと思うよですね、はい、さあセパのね、ここまでのところの順位予想をしましたけれども、はい、これまたもう一回あります、シーズン前にこれまたやんのこれ、まあまあそうだね開幕直前なのか、はい、オープン戦が終わったところなのかわからないですが、はい、もう一回あります。まあそうだな、はい、どこがまたどう変わるのか、そうだな、はい、お楽しみにということ。そうですね、はい、はい。